チャルとメイナのバファローズショッピング。今回はビーズ夏の陣2021のグッズを紹介してくれるということで、はい、まあ、皆さんのポスターなどで今年はこういうカラーかとかユニフォームのイメージも湧いてるとは思うんですけど、はい、まずコンセプトから教えてもらっていいですか。はい、今回のビーズ夏の陣2021のコンセプトは Be Energy です。強そうですね、はい、今回のカラーはエナジーグリーンとグレーの2色を基調としたグッズがたくさんあります。お、楽しみです。はい、どんなグッズがあると思いますか。まあ、まずは、はい、ユニフォーム、タオル、はい、キャップ、まあ、この3つは定番なんで、はいはい、あってほしいし、あるであろう3つですね、うん、ですね。と、やっぱ今この時期なんでマスク、マスクも結構種類、はい、なんかいろんなロゴとかカラーとかも今年あるんで、はい、それを主にしたマスクとかもあってほしいなって思うのと、はい、ありそうな感じですけど、はい、例えばファッション的には靴下とか、おー、なんか今年のトレンドカラーがグリーンなんで、なんかそういうのを取り入れたファッションも楽しめるような靴が欲しいなって思ってます。おー、楽しみにしててください。楽しみにしてそれでは早速グッズ紹介していきます。まず最初に紹介するのはこちらレプリカキャップです。ありました、キャップ。はい、先ほども予想してましたね。あるであろうと予想してたんですけど、しっかりレプリカってことで、やっぱ選手の方とデザインは一緒やけど販売されるようなキャップですね。はい、エナジーグリーンのカラーがね、はい、おしゃれ、すごく目立ちますね。なんかなかなかユニフォームとかではないカラーなんで、おしゃれやけどクールでかっこいいなって思います。はい、かぶってかぶってよ。私ですか、うん、私ですか。このままかぶりますね。あ、ちょっとでかいわ。ちょっとでかいな。ちょっとでかいわ。こちらでサイズ調整も可能です。マスクテープありがたいですね。ね、初見どうですか。かわいい。でもね、レーナがなんかあんまイメージないから、はい、あ、キャップをかぶってるのですか、うん、かわいい。どうでしょうか、織姫の方どうですか。ね、織姫の方もかぶれますよ。選手の方をね、真似してぜひこれをかぶって応援していただければと思います。はい、続いて紹介するのが応援フェイスタオルです。まあ、こちらも定番ですね。はい、そうですね。こちら今回のはこちらにロゴがすごく大きくプリントされているのと、こちらは選手の背番号と名前がエナジーグリーンのカラーですごく目立つようにプリントされています。かっこいい。はい、でグランドカラー通るとすごいよく見えるんで、はい、なんかこの黒地にエナジーグリーンのカラーっていうのはすごいもっともっと目立つカラーになってるんで、はい、ぜひ皆さんこれを掲げてチームへ5000よろしくお願いします。お願いします。続いて3つ目に紹介するのがコンセプト T シャツです。これはさっき私開けてなかったんですけど、はい、確かに毎年あの選手の方が練習とかで着られる T シャツで、はい、生地的には結構汗吸いやすそう。すごい練習の時にね、これ試合外で選手が着られる方なんですけど、やっぱ試合以外の場面でも皆さんが一体感を持って全員で一つに勝つっていうテーマでね、チームをやってるんで普段から着ていただけるかなと思います、はい、私たちも欲しいですね。欲しいですね。終わったと思ったよ。終わったんですか。はい、続いて紹介するのがハイクオリティユニフォームです。どうですか。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこよくない？またいつもと違った感じの、ね、いいおしゃれな、ぜひぜひ。え、似合いそうです。だってメンバーカラーもね、このチャコールグレー。そう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 、私実はチャコールグレーがメンバーカラーで。どうです？おお、かっこいい。え、すごい背番号も目立ちますね。目立つ。すごい。え、めっちゃ似合ってます。かっこいい。こんな感じで皆さん。これ。めちゃめちゃおしゃれに着れそう。最近ちょっと夏の陣がおしゃれに。おしゃれに。いろいろいろんなユニフォームありましたけど。トレンド。めっちゃ好き。めっちゃ好きや私。めっちゃ似合ってます。チャルさん似合ってます。ありがとう。
ぜひ皆さんこれハイクオリティユニフォーム着て応援お願いします。お願いします。かわいい。続いて紹介するのがこちらです。あ、すいませんこちら抗菌マスクとこちらがラインソックス、そして選手リストバンドとロゴリストバンドになっております。おー、靴下ありましたではまずこちら抗菌マスクですね、はい、こちら3種類ロゴが言ってた通り、はい、いろんな出るんちゃうかなって思ってたらほんまに出ました。はい、3種類ありますこれはあの文字です、ロゴが文字が入ってるやつ。はい、コールトゥゲザーいいエナジー、かっこいい、かっこいいね。似合います、似合います、めっちゃ似合いますありがとう、なんかさっき褒めた、かわいいのがやっぱり似合うんですよそんな感じですね。かわいい。こちらはおしゃれ、おしゃれ、がすごいたくさん入った、え、おしゃれですね。おしゃれ、またさっきとは違った。こっちはシンプルな、うん、ラインとロゴ、すごい。多分このグレーと相性がいいやろな、グリーンのね。私知らなかったです、いいこんな相性がいいなって。ちょっとこれからの参考にさせていただきます、ね、ファッションの続いてラインソックスです。待ってたで、こちら2色展開になっておりまして、はい、かっこいい、おしゃれですね。おしゃれ、なんか今はサンダルにも履いたりとかしますし、はいはい、織姫の方やったらこれに、まあ、短めのズボンとかスカートとかでも全然いけるし、T シャツと、ね、いけますね。かわいい、ね、かわいいですよね。あの T シャツでもいいしな、あのって見たさっきの、ね、すごいね、T シャツ普段からおしゃれとして履けます、ね、こちらは、はい、あの選手の方のユニフォームのストッキングここの、のモデルになってるんですよね、このソックスは、はい、そこも意識してるんで、めっちゃいいやん。どっちの色もかわいいですね。かわいい。はい、じゃあ最後、はい、忘れてた、これ定番なこれも出ますよ、ね、いつも。あ、すごい、やっぱりこの2個使い全然2個使いでもありですな。やっぱロゴも出るし、選手の方のネームとナンバーが入った、はい、めっちゃ強そうじゃん、強そうめっちゃ勝ちそうな気してきた。めっちゃ強そうですぜひこちらも、ね、着用していただければお願いします。はい、というわけで皆さんいかがでしたか。どうでしたか。私はもう大満足です、はい、もうね、来た瞬間からもうずっと着てはるんですよ、はいはい、じゃあお気に入りです、ずっとつけて、はい、ちなみにチャルさんの一番のお気に入りは何でしょうか。やっぱりこれじゃない、ユニフォーム、もう一回たとえばぜひぜひぜひこれ、いやかっこいい、ちょっと鳥肌立つぐらいやっぱこれ選手の方がこれ着てプレーしてるのも楽しみやし、これがスタンドで埋まるのも楽しみなんで、うそうですね、ぜひ皆さんこちらゲットしてみてください。かっこいい、ありがとうキャップもお願いします。この他にも、たくさんグッズがあるので、ぜひオンラインショップをチェックしていただけると嬉しい、チェックしたる、オンラインショップをチェックしてください。めっちゃ省略だよ以上、バファローズショッピングです。